ドジャース、大谷翔平投手は17日、日本時間18日、敵地、マーリンズ戦に、1番、指名打者、で出場し、3回の第2打席で48号ツーランを放った。今季、48本塁打 &48 盗塁、48から48、を達成。メジャー通算219号となり、韓国出身のチュシンス、チュシンス、 を抜いてアジア出身者最多本塁打を更新した。2023年ワールドベースボールクラシック WBC で侍ジャパンを世界一へ導いたマイアミの地で大谷が5試合ぶりの一発を放った。4点を追う3回1死1塁で打った瞬間にそれとわかる一発を右翼席に叩き込んだ。打球速度105.3マイル、約169.5キロ、飛距離402フィート。 約122.5メートル、角度32度の豪快弾に敵地は騒然とした雰囲気に包まれた。記録ずくめの48号だ。2006年のデビッド・オルティスを抜き、指名打者としてのシーズン最多本塁打を更新した。2004年のエイドリアン・ベルトレと並んで球団歴代に2001年にショーン・グリーンが記録した49本に、あと1本に迫った。 この日を含めて今季残り11試合、記録更新にまた一歩迫った。マーリンズの本拠地ローンデポパークでは初本塁だ。日本選手最多を更新する39条目のアーチで、残りはシチズンズバンクパーク、フィリーズ、グレートアメリカンボールパーク、レッズとなった。本塁打でなリーグ2位のマルセル・オズナガイア州、ブレーブスは37発。リーグをまたいだ2年連続キングへ、 独走体制を築いている。打点は110、ウィリー・アダメス内野手、ブルワーズを抜いてリーグトップになった。日本選手では単独2位、2005年に松井秀喜氏、当時ヤンキースが記録した日本選手最多の116に迫っている。年間51から51ペース、空前の50から50へ、いよいよカウントダウンだ。